こんにちは、黒田和之です。今日もお世話になります。今日はですね、ラテンとフォービート行ったり来たりってどういう風にすればいいですか、フィルインどうすればいいですかっていう質問があったのでやっていきたいなと思います。まずはですね、ラテンからスイングに行くときっていうのはやっぱり手前にスイングを感じさせるフィルインをしてあげなきゃいけないんですね。まずリズムパターンですが、バスドラはこうします、足はこうします。で、ラテンの場合は足って表踏まないんですよ。とか、まあ表踏まないんですね。でもその浮遊する感じのラテンの良さっていうのがあるんですけど、ジャズの場合は2ビートなので、要はブレイキーとかがやってるとかガレスピとかがやったラテンっていうのは、要はジャズに合うようにラテンのフレーバーを上に乗っけただけなので、どっちかというとカニかまぼこみたいな、カニは入ってないみたいな感じなんですよ。だからカニの味がするタラみたいな感じなんですけど、そのラテンなんだけど、ラテンまんまやるとちょっとその合わないというか、ジャズラテンっていうのはやっぱジャズのフレーバーに合う上に作られてる。でもラテンやっちゃいけないわけじゃなくて、そこはすごいラテンで、こっから4ビートっていうのはアレンジとしては正解ありなので、音楽でやっちゃいけないことって基本的にないと思うんで、分かっててやるんだったらいいんですけど、ということで、ジャズラテンなんですね。で、ジャズラテンでドッタンドッタン、ここちょうどシンコペーションなので、なので、トゥースイング1番はこういうふうに、シンコペーションしたところから帰ってくるの裏から、これジャズの、フィルインのところでやったと思いますが、こういう8分の、弾んだ8分のフレーバーを出してあげるとスイングに行きやすい。まあ、それか3連ですよね。で、3連の場合、まあ、あんま長いと辛いんで、なので、ツッタン、ツッツッツッ、これをフィルイン、シンコペーション考えて、という風に作ってみました。2番ね。せーの。こんな感じで、スイングに変えてます。逆に今度スイングからラテンに戻すときは、ちょっとイーブンのリズムを。で、何をやってもいいんだって、シンコペーションブックの最後のフィルインを、一小節をなんか最後のフィルインに持ってくればいいんですけど、裏表、こういうのがラテンで、まあシンプルでいいかなと思う。わ、タカタカタンタカってなると、なんかラテンっぽいというか、なんかドックのフィルインみたいですよね。なので、なんかこう裏と表がうまくバランスいい感じ、ラテンっぽいパターンを選んだ方がいい。2個作っておきましたが、フォービートからラテンに行くやつの1番、せーの。2番、で、ラテンっていうのはもともと表にこうバスドラゴンっていくと、クラッシュとバスドラ行くってことはまずないんですよ。飛び越えなきゃいけないんですね。だからこう全部裏から裏へつながる。表がないから、そのラテンっていうのは気持ちいい、そういうダンスができるって感じなんですが、だからもうそもそもまあカニカマボコですから、ジャズ風のフレーバーなんで、だからただそのジャズフルのフレーバーにさらにラテンのフレーバーをちょっと濃いめに出そうと思うと、タンタタンタンをこう、行った先がラテンかって言ったら、まあラテンに近いジャズなんですけど、っていうところでこう頭を飛び越えるっていうのも作っておきます。3番ね、せーの。形の、フレーズを作っておきました。で、これなんですが、フィールの話なんですけど、フィールはね、だからラテンに行った時に頭で合わせると、例えばこれね、
ここはこれでいいですけど、これ若干の違いで、これ頭で合わせてるんですよ。そうするとラテンが早く聞こえるね。カンカンカカンカツカカンカカカカチンチッキ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 など、ゆっくりに聞こえちゃうでしょ。でフィールも変わっちゃうね。タカカカカカカカタ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 カに変わっちゃうから、だからこれってアドリブ奏者としてはフィールが変わるんで完全に切り替えなきゃいけなくなっちゃうね。だからこうジャズのエルヴィンで僕がまあ結構よく聞いたやつの中では、ゲッツ&エヴァンスなんかのアルバムなんかでやってるフィールとしてはやっぱり前やったみたいなレイドバック8分音符、要はこう弾んだとこの8分音符でやるの。だから全体的に後ろにするとラテンがゆっくり聞こえて4ビートが早く聞こえる。要はラテンは2ビートだから、4ビートの方が推進力があった方がやっぱりこうドラマチックだし合理的なのね。だからラテン自体を要はレイドバックしてやるんですよ。今メトロノームの中で聞いてるとラテン自体が、ね、ラテンゆっくりで4ビートが早く聞こえたでしょ。だからさっきやったやつなんかはラテンの方が早く聞こえちゃうんですよ。だって倍点に聞こえちゃうから、タカタカタカイーブンだからね、倍点に聞こえちゃうんで、ここら辺がちょっとあのフィールのジャズでやってるところのラテンと4ビートの切り替えが難しいところなんだけど、じゃあ絶対こっちじゃなきゃいけないかってそういうわけじゃない。だからそのアレンジ上でちゃんともう倍点でラテンとして考えてて、4ビート行くときにはこういう風にするっていうんだったら全然構わない。だからジャズの人がやってるラテンっていうのは比較的その1950年代のね、まあハードバップの頃のラテンをやってる人たちっていうのはほぼほぼみんなこのフィールでやってると僕は感じています。ということで、これは僕の意見なんでね、いろいろ聞いてみてもらうとなんかわかると思うんですが、そういう風にやるとやっぱり海外の人とかで演奏してて向こうのフィールのジャズの人とやると、あ、そういう感じでやりやすいっていう風にやっぱ言われることも多かったし、僕も海外のワークショップではそうやって教わりましたね。そういう風にレードバックしたエースでやらないと意味わからないよみたいな、意味わからないというか、うまくつながらないよっていう、ことをよく聞きましたが、まあその理解してやってるか感じてやってることなので、同じフィールの方が気持ちいいよねみたいな感じだと思うんですよ。だから歌として覚えてるというか、向こうの人のそのねやってるとこうつながるっていうの、そのやっぱグレートな人がいて、それを聞いて覚えてるんで、そっちが普通になっちゃってるみたいな感じですね。なのでこうなんていうか、打ち込みみたいに頭で合わせないで、フィールで合わせていってるっていうところがやっぱジャズの良さなんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、ちょっと難しかったです。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。